先輩すみませんいつも手伝ってもらっちゃって私断れなくて本当にすみませんえ今日ですかはい放課後の予定は何もあはい大丈夫ですそれじゃあ 放課後、校門で先輩今日は急にどうされたんですかえっ悩み事私そんな風に見えちゃってましたかすみませんいやいや何も隠してないですよ本当です何もないです 何もないですから話聞くだけほほんとにいいんですか思ってること全部でも先輩私のこと嫌いにならないって 約束してくれますか軽蔑しないでいてくれますかありがとうございます全部ちゃんと言いますからちょっとだけ待ってくださいえっと私もその心の準備というかうん 先輩先輩って何でそんなにベタベタくっついてくるんですか優しくしてるつもりなのかもしれないですけどその顔じゃ説得力ないですだっていつもヘラヘラ笑ってますよね笑い方下手なんですかそれだけじゃないですよねどう考えても下心があるようにしか見えないんですよ 私がおとなしくて目立たないから近づいたんですか人格を疑います。人の弱みにつけ込むような人間は最低です。そんなこともわかりませんか気がつかないとでも思いました。先輩にバカにされてるのずっと我慢してました。クズの相手するのも面白そうだからそのままにしてたんですけどね。そしたら急に一緒に帰ろうだなんて。 ほんと笑いをこらえるのが大変でした先輩の行動全部マニュアル通りって感じで不自然でしたよもしかしてネットに書いてあることを鵜呑みにしちゃいました女性慣れしてないって宣言してるようにしか見えませんでしたそのくせいやらしい目つきだけは一人前でほんと 本当に気持ち悪いです。何を期待してたのか知りませんけど残念でしたね先輩の思い通りにいかなくてどうしました急にたくさんしゃべるからびっくりしちゃいましたか私は確かに普段は目立たないようにしてますしあまり話さないかもしれないですけど 何も考えてないわけじゃないんですよ。どれだけバカにすれば気が済むんですかそういうのやめてくださいね。私はあえてそうしてるってだけです。だって周りにはゴミみたいな人間しかいないじゃないですか。ゴミの相手をする時間なんて私にはありませんから。ああでも安心してくださいね。もちろん先輩も。 そのののゴミのうちの一つですよ。それもわさわざ近づいてくる臭くて汚い生ゴミ <laughs> もう匂いがうつっちゃいそうで大変でした毎日毎日どれだけすり寄ってくれば気が済むんだろうってだからこうやって先輩が全部言っていいって言ってくれて感謝してますありがとうございます 先輩先輩がよかったらなんですけどまたこうやって思ってることぶちまけちゃってもいいですか先輩何とぼけた顔してるんですかだって先輩喜んでたじゃないですか私の体触ってる時と同じ顔してましたよ先輩 <laughs> 先輩絶対マゾだろうなって思ってたので嬉しいですえだっていかにもそんな顔してますもん自分は癒やしいマゾ豚ですどうか痛めつけてくださいって首からぶら下げて歩いてるのと同じですよよかったですね私がいますよ あたがくさん可愛がってあげますいっぱいいっぱいののしってふみつけて尊厳までめちゃくちゃにしてぶ様まなすがたでブーブー泣くだけの家畜にしてあげますあこのことはだれにも言っちゃダメですからねふたりだけのひみつです 先輩そういうの好きですよね。<laughs> それじゃあ明日もこの場所で。え。一緒に帰る？もう <laughs> やめてくださいよ。冗談でも気持ち悪いです。そんなことしたら周りが噂しちゃうじゃないですか？ ここのゴミどもは付き合ってるだとか、そんなバカなことしか考えられない連中ばっかりですから、そんなの絶対に嫌です。よりにもよって相手が先輩だなんて、最悪です。わかりましたか明日は、ちゃーんとここで待っててくださいね。 あ、すみません私先輩にひどいことをいっぱいあでも嘘じゃないですからね全部本当のことですあすみませんそれじゃあ先輩また明日っ <laughs>